はい、皆さんこんにちは、ラピッ TV です。火星の不思議な場所、今日は火星シリーズの中でもウェーブでついにすごい情報を見つけました。火星のなんと地下基地の入り口です。こちらの巨大なクレーターのような形をしたものは、実際はこちらは地下基地の入り口らしいという情報を入手しました。3つのパターンがあって、言われているのはクラッシュした大型 UFO のクラッシュした後、そして地下基地入り口、そして単なるクレーターですという、この3つの可能性があるものの中で、私はこれは火星の地下基地の入り口と、地球外生命体が作った入り口だという証拠らしき写真を見つけましたので、皆さんと一緒に Google Earth の中の Mars も使って、その位置と座標と、そしてその詳しい写真を見ていきたいと思います。今日はスクープです。最後まで長くなっても皆さん見てください。今まで火星シリーズやった中では驚きの画像となります。こちら修正が加えられたと思われるクレーターに見えるように作られた火星の Google Mars の写真ですね。それとこちらが正式な画像ですね。これを見つけることに成功しました。右側がカラー写真の鮮明写真です。これを見ていきます。この白い雪のように見えているのは、こちらは煙だということが分かります。煙ですね。こういった地下からこのトンネルから出ている煙らしきもの、そしてまた何かクラッシュして滑って UFO がここではまり込んでしまったような感じにも見えます。皆さん、果たしてこれは何でしょう？コメントください。それでは詳しく検証していきたいと思います。次の画像です。はい、これが Google Mars、 Google Earth を立ち上げて火星に切り替えて、その座標位置を見た画像です。これがそのクラッシュ跡かと言われている溝らしきものですね。はい、こういった円盤がクラッシュしたものなのか。でもこれはですね、写真で後でお見せしますが、煙なんですよ。で、この地下の入り口みたいなところからもわっと立ち上っております。クラッシュしたばかりが写ったのか、 UFO がクラッシュした写真が写ったのか、それとも地下基地への入り口なのか、大きな入り口なのか、それとも単なるクレーターの見間違いなのか、皆さんと一緒に検証していきます。次です。はい、これが鮮明写真でフィルターをかけて見やすくしたところです。角度も左右反対にしました。見てください、この部分全くクレーターではないですよね。正式な色に近いものだそうです。クレーターのように見えますが、クレーターはへこんでますが、こちら盛り上がっているように見えます。そしてまるでこれ拡大すると、この部分とか何か UFO が破損したような感じにも見えますよね。点点点点と何かランプがつくような、そういった丸いものまであります。そしてこういった形でめり込んだのか。それにしてはこの辺何か機械らしきものがあります。ここら辺に建造物らしきもの、丸いものがあって、建造物らしきものが周りに見えております。ということは、私はこれは地下に入る入り口だと、私なりに確信しました。この3つのパターンですね。クラッシュした UFO か、地下基地への入り口か、それとも単なるクレーターなのか、皆さんはどれだとお思いでしょうか。ぜひコメントください。この辺拡大すると何か建物、建造物が見えますね。はい、そして次の写真いきます。はい、そしてこれ白黒にしたところです。どうです、拡大しますよ。これがまあ滑ってきた跡なのか、こういうふうな感じで道を作ったのか、どうでしょうか。こういったところに宇宙船が UFO が入ってきて地下に入っていく場所ではなかろうかと言われているものです。情報ではね、
こちら地下基地の入り口だという意見が多いですね。これに似たものが南極大陸でも発見されていますよね。私も投稿しております。これはまさしくこの地下に入る入り口だと思われます。皆さんはどう思われますか？詳しく見ていきます。どうぞ。はい、これがさらに見やすくしたものです。この辺見てください。何か建造物がありますよね。はい、まあこれは異星人が作った感じですね。人工物ではないですね。地球の人類が火星に行って秘密裏に作ったものではないと思います。こういったところの機械的なものが見えております。はい、かなり巨大なものですね、大きさは。そしてこれが地下への入り口、これ影の部分。そして地下から煙らしきものが見えております。果たしてこの煙は何でしょうかね。煙がまとわりついております。これですね。果たしてこれは、火星は CO2 が多いんでドライアイスの雲でしょうか。こういったものが見えております。そして次です。これ反転して縦画像にしたものです。どうですか。これが、まあ、雲らしきものです。煙なのか雲なのか、これです。皆さんじっくり見てください。そしてこの謎のオレンジの何か、まあ、翼といいますか、何か入り口のところの、まあ、コントロールするウィングみたいなものが見えております。これは丸い点々がありますのでね、等間隔に、まあ、人工的に作られたものなのか、こういったものまであります。これは明らかにクレーターに見せかけた地下への入り口ですね。ドーム状のものとなっております。これドーム状ですよね。そして周りにいろんな機械があります。そして次です。これが白黒写真で縦画像に回転させたところです。白黒でもこの辺見えますよね、なんか建物みたいな。そしてここ、この辺怪しいですよね、何か。そして拡大するとどうしても四角く見えますが、何かあるのは確かです、この辺。そしてこれどうでしょうか。皆さん今日は力が入っております。謎の、まあ、火星の地下基地入り口かと。皆さんはねコメントの中で、まあ、火星は皆さん地下に基地があるんだろうと推測してましたが、こんな大きな入り口が発見されました。やはり知的生命体火星人はこの地下に住んでいるのでしょうか。皆さんぜひコメントください。そして次の画像をお見せします。そしてその場所もね Google マーズでお見せします。最後の方に。そしてこれ最大まで拡大したのがこれです。どうですか、見てください。雲らしきもの、このトンネルの中から出てきているようにも見えます。そしてこれがウィングの部分、何かカニの足のようなものですね。そして色はこれが、まあ、現実に近い色だそうです。そしてこれ、そしてこれとなります。はい、これが正しい方向から見たところです。クラッシュ跡はずっと向こうからついております。後でお見せします。そしてこれが煙らしきもの。どうもねこの地下に入る、まあ、大きな入り口のところから煙は出ているような感じがします。皆さんこれは何だと思いますか。私は煙だと思いますね。この地下から出てきている煙らしきこの白い物体、これは何でしょう。ぜひコメントください。そして縦に筋が入ってますよね、こういった感じで。まあ、クラッシュした大きな UFO なのか、それとも地下基地への入り口のドームなのか、まあ、周りにいろいろありますのでね、こういった建造物みたいなものが、皆さんはどう思いますか。ぜひコメントください。今日は超スクープです。これが Google Earth の中の火星に切り替えて、そのこの画像を大きくしたものです。はい、この見方もお教えします。これ正式画像です、 NASA の。はい、こういった感じになります。まあ、ここロケーションが載っております。はい、ロケーション分かる方はここにロケーションがあります。そしてこれが Google
マーズので見たものとなります。後でお見せします。そしてこれ写真ですね。そのあの写真を拡大したものです。キャプチャーして拡大したのがこれ。これが不思議なこのトンネルといいますか、地下に入る入り口から出てきている不思議な煙らしきものです。皆さんはこの不思議な大スクープ写真どう思われますか？ぜひコメントください。これはフィルターをかけて見やすくしたものです。ここら辺もこんな感じですね。まああまり拡大するとちょっと解像度が落ちますが、はい、こういった感じのものになります。果たしてこれは何でしょう？3つの選択肢から UFO がクラッシュしたものか、それとも地下基地入り口なのか、火星の、それとも単なるクレーターなのか、皆さんのご意見コメントお待ちしております。これが最大まで拡大した画像です。はい、そしてこれが白黒写真、 Google マーズの方で撮られた写真の衛星写真ですね。火星を回る周回軌道の衛星から撮られたものだということです。こんな感じに実際白黒では写っております。これが白い煙のような部分です。そしてさっきのウィングのような何かカニの爪のような点々点々とここにも見えてますよね。等間隔で光が、ということは UFO がこう帰ってきた時にこの地下に入る時の誘導灯でしょうかね。そしてここから入るといった感じになります。まあこれがね、南極大陸にもありますのでね、まあ似たような地下の入り口、やはり地下に彼らは基地を作っている可能性が強いということになります。これが白黒写真です。そしてこれ拡大したところです。はい、白黒でも非常にリアルですよね。で、全体のクラッシュしてきたところはこの辺からですね、スーッと行ってここから深くなっております。でもクラッシュしたのか、それともこういった溝なのか、皆さんぜひコメントください。深くなっているのはここからですね。この辺に薄いのがあって、この辺からこの幅に広がっておりますので、まあ、機械的に作ったものなのかどうでしょうか。皆さん、これがその道筋となります。そして次拡大したところです。入り口付近を白黒で拡大しました。立体的に見えると思います。クレーターではありません。焦げている方ではなくて盛り上がったドーム状のものだということが分かります。ここがギザギザしているのが分かるでしょう。ここのところが光るように何か等間隔で丸いものがついております。これが煙らしきものとなります。そしてこれ、はい、連続写真でお見せしました。それでは最後に Google Earth、 Google Mars を立ち上げて、それでお見せしたいと思います。位置関係こういった感じで、この極の部分、上と下があって、まあ、地球でいうとこの南極の一番下、この南の部分、極の部分ですね。南極、南極、あの火星で地球でいうとこの南極部分のこの場所にあります。それはここです。はい、まあ、座標貼っときますので、ここに貼ってもらえば、検索すればここに飛ぶことができますので、ぜひ皆さんこの方法で Google Earth Pro を立ち上げて、ここ、まあ、火星ですね、火星に印を入れてこういったところ出てきますので、これで拡大していくと出てきます。はい、これです。これが先ほど見せた写真です。これ回転させます。はい、こういった感じになります。これが、まあ、Google Earth の中の火星 Mars で映り込んでいる写真となります。明らかにこちらは加工されているのがよくわかります。こんなところなんか雑ですよね、煙なんかも。ここなんかも全く加工されて、光を強く当てて、そういうギザギザのような感じにしておりません。山のような感じにわざと加工しているのが、なんで
編集したのかが不思議ですね。これはやはり NASA が見てはいけないものを見せたくないからこういうふうに加工したのでしょうか。全く違いますよね、先ほどの写真と。そしてこれを見る方法を教えます。先ほどの写真の出し方ですね。するとこの角に赤いものがあります。これです。これをクリックします。するとこれが出てきます。これは拡大も縮小もできませんので、これをまあキャプチャーして拡大したのが先ほどの画像となります。はい、これが火星の先ほどのクラッシュした UFO の跡か地下基地入り口なのか、皆さんのご意見お待ちしております。ついに火星で大発見した火星の地下基地への入り口らしきもの、今日はこちらの大スクープ映像を Google Earth の中の Mars でお見せしております。この詳細な位置の座標はここにありますので、これは概要欄に貼っときますので、あなたも Google Earth Pro を立ち上げて見てみてください。今日ご紹介したのはこちらですね。はい、これが2つの写真です。こちらが正式画像、明らかに加工されて、こちらはクレーターらしく見せておりますが、こちらの写真とこは全く違ったものとなります。これが白黒写真です。まるで火星の地下への入り口ですよね。周りのロケーションが非常にいいですよね。何か大きな山とかそういったものがなく、こちらからまあ UFO で来た場合はこんな感じで宇宙船で入りやすい位置にあるし、飛び出しやすい位置にありますね。まるで空母の着艦するところのような感じの作り方です。私はこれは地球生命体の火星の地下基地入り口だと思います。大発見スクープだということを今日はご紹介して終わりたいと思います。これがその一番鮮明に見えるように拡大した写真です。この辺に建物らしきものも見えております。ここに建造物、黒い建造物、そしてここに丸いさらに建造物が見えております。そしてここにも何かありますね。こういった感じのものとなります。果たしてこれは何でしょう。3つの可能性から皆さんぜひコメントください。また別の考えがある方はその考えをコメントください。これは果たしてクラッシュした UFO なのか、それとも火星の地下基地入り口なのか、それとも単なるクレーターの見間違いなのか、皆さんご意見をお待ちしております。今日ご紹介したのはこちら、 Google Mars で発見した地下基地の入り口、そしてその情報をウェブで調べて詳しく今日は説明しました。皆さんぜひこの火星の地下基地入り口じっくりと見てコメントください。超最高のスクープを今日はご紹介しました。いつもご視聴コメントありがとうございます。これはすごいんでね、ぜひ皆さんコメントたくさんください。いつもラピ TV 見てくれてありがとうございました。火星の超スクープ、今日は情報、火星の地下基地入り口かと言われたものをご紹介しました。ではまたです。さようなら。